ちゃん。こんにちは、さゆたかさん。はい、まあ、2024年になりまして、はい、まずこの動画でしなきゃいけないことこれね、はい、辛いぞお前。まあ戦力外国人、はい、新外国人、はい、特にね、わ、うん、からないから。そう、そうなんです。蓋開けてみないと。そうだろう。でもやるんです。まあ、あの皆さんね、例えばあの初詣なんかに行かれて必ず今年の占いするじゃないですか。するの？します、します。おみくじ引いて、まあ去年の暮れからやってるけどね2024年の見てラッキーカラーは何だとか、ね、まあそうですよね、合わせると思うんですが、はい、この動画で、まあ、おみくじ的なものといえば、はい、2024年のセパ順位予想です。なるほど、ね、これはまあ断定的なね。そうですね、まあそんな感じだな、はい、まあ、だって外国人が分かんないんだもん。確かにそうなんですよ、うん、でまだ補強してないところもあるし、はい、でキャンプもやってないし。もちろんね。なのでキャンプ終わってから、はい、もうやります、これは、はい、毎年恒例なので、はい、いやこれ正式とはあんまり思わないでね。あ、そうです。やっぱこう開幕前にもう一回やり直すからですよね。なんか初、うん、まあだけどなんとなくこうなるんじゃないかという予想はつけてるんだよね。まあ目星という、まあもちろん、まあ目星だな。そうですね、うん、まあなんか福袋的なね、扱いで見ていただければ。ちょっと待って、順位予想だから買いに来たチームは福袋でも何でもないよね。そうですよね。もう批判の嵐だよね、多分。そうですね。でもあの、ね、視聴者の方もあの気楽に、そうだな、寝転びながら見ていただければいいかなと思います、はいはい、まあ、気楽に流してくれればね。そうですね、はい、今回は私も予想しましたので。おお、いいね。はい、豊さんとどのぐらい合っているのか、はい、じゃあまずはセパ両方なんですけれども、はい、セリーグから。セリーグね、はい、ちょっと待ってください、はい、どっちからいきます？1位からずっといきます。最後に残します。1位と6位分かっちゃうか。まあ分かるよな。そうですよね。じゃあ1位からいきますか。はい、はい、じゃあ優勝は阪神。まあそうですよね。阪神だろ。うん、私も阪神です。はい、阪神。それはやっぱり岡田監督の統率力と戦略戦術っていうこともあるし、はい、何よりもやっぱ投手力、うんうん、これが安定してるのと、はい、また年齢的にも本当充実期を迎えてるというね、はい、まあ、森下とかはこうまだ若いけども、うん、主力とされてる人たちが、はい、もうちょうどなんかこうハマってるというかさ、うん、働き盛りというか、まあ、そういうところを考えると阪神は硬いかなっていう感じがするよね。そうですよね、うん、私的にもそれと野手がいるわ、うん、ピッチャーに目いってるけども、うん、まあ、例えば野口だとか、はい、ね、いるし前川右京とかもそうだし、うん、この辺はやっぱ硬いかなっていう感じはするけどな。そうですよね、うん、まあね、野手投手安定してるところにあと、まあ、門別投手だったり先ほどおっしゃってた野口選手が食い込んできたりとか、はい、あとあのゲラ投手も取ったので。いやそうだな、う、まあ半端ないぞお前。なので投手陣ね、ここでピシャッと抑えられると、はい、やっぱりなかなか他のチームが反撃しづらいのかなとか。まあそうだな、うん、接戦に強いしな。そうなんですよ。で接戦になったらその戦力もちゃんと持ってるしな。そうなんですよ。でその打ってくる手がさ、また岡田監督がいやらしいところで打ってくるしな。はい、まあ、そこら辺はやっぱこう鉄板かなという感じはするけどな。そうですね。じゃあここは優勝は阪神と、はい、ところで、さあ2位です。2位、豊さんは2位どこにしました？ヤクルト。おお、え、5位からのジャンプアップですか？ちょっと待ってくれ、はい、その前は優勝してるんだから。そうなんですか。ほぼほぼメンバーは野手はあんまり変わらない、はい、それに伴ってまあ、投手力も補強もある程度してるし、はい、だからまあ、あそこは打つチームだからさ、はい、そうだな、俺はヤクルトが来るっていうふうに思うけどね。私実はヤクルト最下位予想なんです。まあ、そうでしょうね。そうでしょうね。まあ、素人はそうでしょう。そうか、そう、そうか。いや、俺は2位だ。私はやっぱピッチャー陣が引き続きやっぱり心配っていうのと、山田哲人選手がやっぱりここ数年調子が上がってこないっていうところで、今シーズンちょっと不安定かな。まあ施策を考えてるから待ってなさいと。そうなんだ。これね、あの順位予想に続いてこう先発オーダーを開幕のある程度こう発表していくけども、まあそこでああなるほどなっていうふうな納得があると思うよ。じゃあ豊さんはヤクルト2位ですね。ヤクルト2位、はい、3位はどうしました？3位は中日。中日、ここはね、最下位からのランクアップです。打撃のチームっていうのに変身する中日が、うん、はい、あの投手力を考えると A クラスのチャンスは十分あると思うんだよね。そうですよね。それは中田翔を取っただけじゃないよ、うん、成長も踏まえて、うん、俺はなんか
やりそうな感じがするよ。本気だもん、なんか。まあ、そうですね、昨シーズンオフにかなり補強もしましたからね。そう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 。いやだからここら辺は俺は中日は黙ってないなっていうような気はするんだよね。A クラスなんですね。私実は4位なんですよ、はいはい、やっぱりその中田翔選手を取ったっていうのと、うん、あと左の強打者のリッカーソン選手、うん、でまあこれ当てになんないからそうなんですけど、去年情熱だからさ、まあ、あ、そうか。でも外国人がね働けば、うん、それはもちろんですよ、ね、もっといいし、俺は働かなくても、うん、A クラスに入るぐらいの力は蓄えてきてるという控えも含めて、それはやっぱりそのクリーンナップがより強力になるっていうところが大きいんですか。まあそうだな。うん、あとはやっぱこう昨年使ってない人間もいるし、はい、うん、あ、まあそうですね、うん、そこら辺が機能してくると、うんうんうん、それは中田の前にどれだけランナーを置けるかだよ、勝負が。そこにかかってくる、そこにかかって、でそのチャンスは非常に大きいと。いや大きいと思う、今シーズンは。じゃあ4位、はい、4位は DeNA。これは B クラスになぜ。そうだな、解決してほしいことがやっぱりいくつかあって、はい、まあ、例えばその走塁の部分だよね、うん、それと守りという部分、はい、これがやっぱりですねちょっと劣るというかさ、守備力という意味ではね、はい、であとは中継ぎ陣に不安を抱えている、はい、本当やってみなきゃわからないというね、うんうん、まあ、今永も抜けてるし、はい、で東があれだけ昨年投げて昨年以上っていうか同等の働きができるのか、うん、まあ、ここら辺がちょっと厳しいかなっていうような感じはするんだよね、まあ、エスコバいないから、うん、じゃあ山崎康晃投手がまた守護神で復活するのか、それとも、うん、森原投手なのか、なのか、だからまあそこら辺が見えてこない不安定さっていうのがあって、はい、まだこの時点だからまあ4位はしてるけど、はい、例えばバウアーが残る、うん、おそらくバウアーが残ってくるんじゃないかなってなると、うん、まあ、昨年もバウアーが来るっていうんで、はい、これ4位にしてたの3位にしたから、はい、バウアー次第でまたこれ順位が変わってくるかなっていうような感じがするけどね。私はバウアーが残ると仮定して3位にやっぱりしました。まあいいんじゃない。あとオースティンが最終年なので今年、うん、まあ、活躍せざるを得ない状況っていう、まあな、はい、っていうのも、まあでももう今年もやめてお金が貯まったからっていう帰ると感じもあるかも。ああそうか、うん、じゃあ続いて5位です。巨人。5位巨人一緒です。これねやっぱ不安定なんだよな投手力っていうのが、うんうん、でやっぱ投げてみなきゃわからないというか、はい、まだその赤星でも確かにブレイク選手とはいえ、うん、俺が上げてる動画でね、はい、とはいえまだ未知数でしょう、はい、ただ力的には10勝してもおかしくないようなボールのキレとかコントロールの良さだとか持ってるけども、まあ、1シーズン持つかどうかっていうことを考えるとやっぱ先発の枚数も多少足りないし、うん、そうですね、で中継ぎっていうのもかなり補強したけども、うん、まだ使ってみなきゃわからな い, っていう、うんうん、ただ馬場っていうのが、うん、そうですね、しっかり働ければ、うん、まあ、体制次第かなっていうような感じもするけどね。結局その一番後ろをどうするのかっていうのもちょっとまあ未定というか、うん、で若手も出てきてるけども、うん、高齢化っていうのが多少あるね、うん、ありますね。坂本はサードに行くことによってプラスしかないっていうふうに俺は思ってるんだけども、うん、はい、丸にしても梶谷にしても、はい、だからそこら辺がどうなのかなっていうような感じがするよな、ね、中継ぎの話と、まあ、馬場投手入ってくる、あと、まあ、高橋礼投手近藤投手とって、はいはい、その中継ぎに厚み出てもその例えば先発が若干不安とか、まあ、でもさ山崎よりとかさ、うん、良くなってきてるし、まあ、戸郷とかね、まあ、菅野がどの程度投げれるかどうかっていうのもわからない、うん、そうですね、部分もあるしね、うん、だからまあキャンプとか見なきゃ、はい、まあ、なかなかわからないけども現段階ではよくは見えないというね、うん、あと野手内野手はね完璧だよ、もうそうなんですね、そこは揃ってるんですけど、そこは揃ってる外野手打ってほしい外野手がさ、その外国人の外野手がいないじゃないですか、まあね、あと秋広選手ってどうなるんですか。まあやっぱ外野に持っていくだろうな。そうですよね、うん、レフトとかで、うん、だからここら辺が昨年同様ね、うん、活躍してくれればっていうようなことはあるけども、はい、まあどうなのかなっていうね。そうですね、うん、さあ最下位ですまた言われる、また言われる言われる広島
ええー、いやこれね消去法でいくと、まあ、中日を上げるとどうしてもどっかが下がってこなきゃいけないし、でヤクルトの実力を見ると連覇してるというね、はい、実力を考えて野手もそれほど変わってないというね、うん、ことを考えると、うん、やっぱ広島、まあ、西川が抜けた穴っていうのと、はい、やっぱ大瀬良が手術したっていうこともあるし、うんうんはい、そうだな、昨年働きすぎた投げすぎたみたいな、あ中継ぎ、まあ、床田とかもね、あ先発、うんはい、まあ、島内もそうだよね、うん、中継ぎで、はい、まあ、今年に疲れを残してないかとか、うん、ちょっと不安材料はあるんだよね。そうか、うん、ただいいピッチャーを取ってるよ。そうなんですね、外国人ピッチャー取りますし、ね、もう取ってるし、ドラフトでもね、うん、もう成功って言われるような選手を取ってるし、うんうんはい、ドラフト1位なんかね、まあ、非常にいいし、うん、だから悪くはないんだけども、はい、他から比べるとちょっと補強もないし、うんうんまあ、ドラフトで補ってるというね、まあ、そういう感じだよね。私カープ2位なんですよ。いやいや実力はあるよ。だからまあ それはどうなるかわからない、うん、どうなるかわからないけども、うん、ヤクルトと中日がね、うん、5位6位のチームがこうなんていうの巻き返してくるっていうふうに考えると、うんはい、どうしてもこうなっちゃうんだよね。そうか、いやカープはそのピッチャーでハン・ハッツ取ったのと内野手でレイノルズとシャイナー取ってて、うんまあ、どこまで機能するかわからないんですけど、まあ そうだね、まあ、それが当たったらあと末金選手、うんまあ、末金も成長してるからね。そうなんですよね、うん、っていうところでまあ2位だったんですけど、はい、おーおーセリーグ、うん、わかりました、はい、続いてじゃあパリーグ行きましょうか。パリーグ、はい、パリーグ優勝はオリックス。あ一緒です、はいはい、ここら辺はね山本抜けたとはいえ、うんまあ、いっぱいいるんだよね他にも、うん、いますいます、うん、で山本が抜けた分だけチャンスをもらえて、うん、その分は花が開くというかね、はいまあ、そういう選手もいるだろうし、うん、山下俊平太っていうのが楽しみだし ね、 そうですよ ね、 またね。あとムクノキ投手が、ムクノキな、はい、もう満を持して待ってるような状態だと思うよ、ね、開幕を。あと東投手もあ、まあ、いいしな、いいし、まだ負けてないというね、はい、だから、まあ、いっぱいいるわピッチャーが、うん、で野手のやりくりっていうのは中島監督っていうのはうまいしね、うん、そんなに圧倒的っていうんではないけども、うん、終わってみたらやっぱりオリックスだったかっていうような、うんまあ、そんな感じにはなってきそうな気はするんだよね。野手陣もやっぱりそうですか。見ても軸がしっかりしてるよな、うんまあ、例えば森がいたり頓宮がいたり、はいまあ、杉本がね1年間しっかりした数字を残してくれればいいけども、はいまあ、杉本もいるし、うん、紅林が成長してるし、うん、っていうようなことを考えると、はい、強烈に強いっていうんじゃなくて、うん、やっぱ強いなっていうような、うん、そういう印象を与えてずっといくかなっていうような感じがする。じゃ あの去年ほどのゲーム差とまではいかないけれども、そうだね、やっぱり最終的にやっぱオリックス優勝、うん、なんとなく勝ってんなみたいな、うん、そんな感じがする。2位はどこにしました。2位はね西武。おー、4位から昨シーズン、はい、あ5位からか、うん、昨年ね、まあ、投手王国っていう風に言われてたけども、はい、その実力の7割程度しか出せてないと思うんだよ。おあと3割は3割は高橋光能が10勝しかしてないけども、はいまあ、15勝できるぐらいのポテンシャルあるし、うん、で今井も途中離脱してファームで調整をしたりだとか、はい、このピッチャーも14、5勝できるピッチャーなんだよね、はい。で隅田、うんまあ、これが、まあ、昨年の地震からおそらく今年は勝ち星が上回ってくるみたいな、うんうん、で松本がいてみたいな、はい、でドラフト1位の竹内がいてみたいな、うんうんまあ、平もいるよね。そうですね、もちろん平も本当にほっときゃ15勝しそうな、うん、あ本来そうですね、そんな力のあるピッチャーなんだよね、うん、だからそうなってくると本当にどれだけ打てるかどうかなんだけども、その打てることに関してでも2位っていうところは、まあ打ってくるっていうふうに多少はね、それとやっぱ盗塁数がリーグ2位の数字を叩き出してる、うんはい、まあ、もう常々言ってるけどいいピッチャーが、ね、相手の時にいかに足を使えるかどうか、はいまあ、そういうことにかかってると思うんだけど、それは着実に昨年やったということ、うん、だからそういうことが花を開いてくるのかなっていう感じはするけどね。ちなみに私やっぱ西武3位にしたんですよ、はいはい、その、はい、じゃあ2位は誰、どこ。2位は、ね、ソフトバンクなんですよ、うん、3位あのアギラー選手ってスラッガー、はいはい、取ったので、それが、まあ、山川選手とかの代わりで埋めてくれるのかなっていうのと、うんそうだね、ただちょっと心配だったのがその増田投手を今シーズン
どうするのかなっていうのでちょっと3位にしたんですけど、まあ、そうだな、うん、まあだけど、まあ、抑え候補はまあ結構いるし、はい、うんうん、使っていけばね形にはなっていくと思うけどな、はい、おお、そっかそっか、うん、じゃあ豊さん3位は、3位はソフトバンク、あ、2位と3位が違うのか、うん、やっぱ毎年怪我で泣かされてるのと、はいはい、まあ、野手はね、うん、で、まあ、ピッチャーの方もやっぱ枚数が足りないかなっていうのは、うん、モイネロが先発に回るっていうけど、はい、どれほど回復してくるのかっていうのも分からないし、まだ、うん、で有原とか石川とかいるし、うん、東山とかもいるけども、まあどうだろうな、大勝ちできるというかさ、西武ほどのポテンシャルの持ってるピッチャーっていうのはなかなかいないと思うんだよね、うんうん、はい、高橋光成、今井、平、うん、この辺りは本当に15勝できるぐらいのポテンシャルがあるからね、うん、はい、それと比べるとちょっと弱いかなという、うん、まあ、打撃ってね、水もんだからなかなか分かんないんだよね、ただいい打線は組める、そうですよね、うん、いい打線は組めるけど、それが本当に機能するのかどうか、うん、ああ、そうか、それで3位にしたんですね、まあ、そうだね、じゃあ4位どこにしました？4位は日本ハム、これは、まあ、A クラスにしてもいいぐらいだけどね、それは今年はね、俺はね、花開くと思う、万波が昨年花開いて、はい、で清宮今年、うんうん、まあ、野村も今年開いてくるかな、はい、っていうことを考えると、うん、マルティネスがいてって、うん、松郷がいてって、うん、そうなってくるとやっぱ破壊力は増してるよ、毎年そうですよね、うん、ただあそこは守備力がちょっと弱い、はい、うん、で守備が破綻して負ける試合っていうのはすごく多かった、はい、でも去年か、うん、エスコンでずっとキャンプを張ってたよね、はい、で自分とこのホームチームでやっぱグラウンドになれるために、うん、だからそういうことがいい作用をするのかなという、うん、ただ他球団はやっぱ不慣れなエスコンで、うん、まあやらなきゃいけない、はい、これは利点に変えられるか変えられないかが重要なポイントだけども、うん、俺は変わってくるというふうには思うけど、おお、なんか今の豊さんの話を聞いてて、私も4位日本ハムにしたくなりました。私4位ロッテにしてたんですよ、はいはい、うん、だけど、あ、まあそうだなと思って、野手も万波選手、清宮選手、野村選手、松郷選手も安定してきて、で上沢投手はいなくなるかもしれないですけど、うん、加藤投手残り、山崎幸也投手が入ってきたっていうところで、もうね、左王国だもん今、もう本当に左ばっかりなんだでも右がいや、右はいるよ、伊藤大海とか、はい、お前いるけども、うん、本当に困ったら左っていうのが来れるしね、うん、ただ心配だったのが、その磯形選手と上川畑選手がどうなるんだろうっていう、今シーズン安定して、まあ磯形はどっかで怪我するかなっていうの感じがするけどね、やっぱその不安はあるわけですね、うん、やっぱ足の速い選手ってどうしても1シーズントータル的に、うん、まあ、荻野もそうだったし、うん、かつて我々の同僚だった、うん、まあ、屋敷っていう足がめちゃくちゃ速かったけど、うん、やっぱ怪我に泣かされるシーズンがあるんだよね、はい、毎年1回ぐらいは絶対するからさ、あ、まあ、そこはもうちょっと、うん、だからまあね、だからまあここら辺が磯畑がね、うん、1シーズンセンターを守るって、うん、あの足をね、他球団が脅威とすれば、はい、それなりにね、戦っていけるなっていう感じはするけど、ね、そうですよね、うん、さあ5位です。5位はロッテ、あ、じゃあ一緒になった私も、うん、はあ、でもまた2年連続失礼になるかもわからないけどロッテはそうですね、去年のことから、いや去年はね、俺目いっぱいだったと思うんだよ、ただね、うん、やりくりはうまかったわ、いや、あの吉井監督、あの本当に投げさすピッチャーがいないっていうような状況の中でも、うん、踏ん張って順位を確保したからね、うん、そうですね、ただね、今年はね、少し野手が様変わりするような、うん、まあ、そんな感じがするんだよね、はい、まあ、例えば中村翔吾が、うん、まあ、コンバートされるんじゃないかっていう俺の勝手な想像なんだけども、そこにちょっと選手を入れたりだとか、はい、で形をしっかり作るんじゃないかなっていう長期的な展望を踏まえて、ははえ、中村翔吾さん、あの内野でのコンバートっていう、あ、もちろんもちろん、うん、だから外も未知数だしな、うん、でポランコも未知数だし、まあ、ホームランを取ったとはいえね、はい、果たして今年もできるのかなっていう、うん、まあ、でも安定的に20本は打ちそうな感じはするけどもね、ポランコはね、うん、だから外がちょっと DeNA の時を見てると少し力が落ちちゃったのかなっていうようなこともあるし、でも取った以上ファーストで多分使っていくと思うんだよね、うん、だからまあそこら辺がどうなのかなっていうこともあるし、うん、
藤原がどのぐらい成長するのかとか、うん、山口がホームランばっかり狙わずにチームバッティングとか、うん、まあ、そういうことも思考が変わってくるのか、うん、勝負どころで、はい、そういうところにもかかってるんだけどね。だからやりようによっては本当に上に行くけども、はい、やっぱこうバラバラになってしまうと苦しくなってくるというね、うんうん、まあ、かつてのオリックスみたいな、そんな感じがするよね。知事の、はい、まあ、まとまりはあるんだろうけども、うん、やっぱり一人一人の思考だよね。そうですね。これがどうなってくるか。あとピッチャーでいうと佐々木朗希投手が年間通してそのローテを守れるのかどうかっていうのは今シーズン、うん、多分守れないと思う。あ、そう、やっぱ体力的なものってことですか。それとやっぱ壊したくないっていうことがあるし、あ、うん、はい、だから間隔を空けるときは空けるだろうし、うん、だから本当にローテーションをこう1年間回ってくれると、はい、それは負けないピッチャーだけどさ、うん、そうはいかないと思うんだよね。だからなかなか今までの育ち方が、そうですね、ちょっと、うん、だその佐々木朗希投手 の、 その、ね、ローテどうなるのかっていうところでもまた順位って変わってくるかもしれないですよね、はい、で最下位がちょっと楽天と楽天、うん、まあ、これはやっぱりこう先発ピッチャーの老朽化というかさ、まあ、あの年齢がねちょっと上にいってますよね。そうだな、だから名前はあって実績はあるんだけども、うん、ちょっと力が落ちてきたなっていう感じもするし、うん、で則本が後ろに回るっていうね、はい、話もある、松井裕樹の代わりにね、はい、うん、だからそこら辺で先発ピッチャーが誰が来るのか、だから、ね、盛んに C 監督が庄司をね、うん、使ったけどもそれが花開くのか、はい、こういうことにもかかってくる、来てるけども、まあ、なんせやっぱベテラン岸が頑張ったけども、まあ、10勝に届かないという、うん、マー君は負け越してるという、はい、まあ、こういう状況を打破していかないとなかなか上を目指していけないかなっていうような感じはするよね。野手陣はどうですか。まあ、野手陣はそこそこ俺は戦えるとは思うけども、うん、はい、ただ島内が本当にダメだったりとかさ、はい、こういう計算が来るようなことになってくると、うん、やっぱ打順を組むのにもやっぱ辛くなってくるというか苦しくなってくるというかね、うん、まあ、そんな感じがするし、まあ、若手も徐々にではあるけども、まあ、成長を見せてるし、はい、まあ、面白いとは思うんだけども、サードファーストに本当に打てる人が入ってこないとな、はい、バランス的にはセンターラインは、うん、まあ、打率そこら辺は、ね、うん、目をつぶってみたいなさ、まあ、そういうところがあるんだよ、はい、でもやっぱこう、まあ、少し楽だというポジションの人たちがやっぱ大砲がいたりだとかさ、はい、打ってくれるという、うん、それとオフにあんまり動きがなかったよね、うん、そうでしたね。だからそういう意味ではちょっとモチベーションがちょっと低いかなっていうような感じがするんだよね。まあ、大砲って言っても浅村選手だけになってしまうんですかね。まあまあ、だけど、まあ、勝負強い島内がね、うん、今年は復活してくれるだろうし、はい、まあ、そういう意味ではあの浅村一人で戦うっていうことはないにしても、うん、まあ、それでもまだちょっと迫力不足だな。そうですね、うん、いやらしい選手はたくさんいるけどね。確かに楽天そうなんですよね、うん、さあセパの今シーズンの順位予想をしましたけど、はい、もちろん皆様にはね、皆さんの今段階で予想する順位をセパ両リーグともにチームを書いてほしいのと、ね、次からは開幕オーダー予想、はい、これをやっていきますので、はい、楽しみにしていてください。あの一言最後に言いまして、はい、広島嫌いじゃないから申し訳ないけど、そうですよ、はい、そうです。その代わり私は2位に入れてるので、はい、大丈夫です。